長良川堤防上の都線、小屋商工の私は、岐阜県岐阜市の長良川で運行されている渡し船である。県道の一部になっており、岐阜市が岐阜県に代わり運営している。商工都線線導組合による総船であり、女性一人を含む4人の船道が交代で運行に当たっている。無料で乗船できる。商工の私の名が登場するのは、 江戸時代の1692年のことである。もともとは中仙道の川渡しの私の裏街道であったが、梅寺瀬東海雲寺像への参拝者もあり、利用者は多かった。商工の私の名の由来は、はっきりしていない。有力な説は以下である。昔、遅れないという名の女性の仙道がいた川を渡る、花嫁が川面に映った顔を見て、くれないを直した。 この近辺に、紅を取る草が多く生えていた、高校中の都線京島側に設置されたインターホン、悪天候、増水等が発生した場合、もしくは発生する恐れがある場合は休校し、その場合は、都線小屋に赤旗が上がる。大縄場大橋、鏡島大橋将校の私、が渡る京長良川橋梁。ありがとうございます。